こんにちは、高橋です。今日は珍しく自炊ということで、もやしのナムルと鶏肉のネギ塩だれ作っていくんですけど、ちょうど昨日の出来事ですね。スイカフラペチーノを飲みにスターバックスに僕行ったんですけど、そしたらちょうど隣の席がマッチングアプリ初デートみたいな男女で、僕 ADHD の衝動性でチラチラ見るのをほんと抑えられなかったんですよね。すいません、本当に2人の貴重な時間をちょっと台無しにしちゃったかもしれないですけど、今日はね、そんなことよりももっと大変なことがあって、それを紹介したいんですけど、僕ね、彼女とほぼ毎日電話してるんですけど、でもその彼女と電話するとき限定で、最近おげん症が出るようになっちゃったんですよ。おげんっていうのは汚い言葉って書くんですけど、僕の場合は死ねって言いたくなっちゃうんですよね。頑張ってみたいにごまかしてるんですけどね、ちょっと難しいですよね。だいぶ苦し紛れですよね。なんか過去に遡ってみると、僕もちょっとね、いじめられてた時があって、死ね死ね言われてたことがあるんですけど、ひょっとしたらそこからその言葉が僕に移ったんじゃないかっていう思ったりもするんですけど、どうでしょう。まあ今更もうどっちでもいいっちゃどっちでもいいですけどね。はい、完成しました。自炊するのはいいんですけど、片付けがね、僕いつも長いと1週間ぐらい放置しちゃうんですけど、今日は頑張って片付けます。まあチックっていろいろ大変なとこもありますけど、まあ美味しいものもちゃんと食べられますし、体もね、なんだかんだ丈夫なんで、僕はこれからも前向きに頑張っていきたいと思うんですけど、見てくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。